はい、こんにちは。ここはですね、青森県十和田市の中央商店街ですね、アーケードのところで演説を始めたいと思います。手はもう少し見ます。売れないのに私もやってます。少し話したいことがあって、お伺いいたしました。つまらない話ですけども聞いてやってください。僕は今藤島さんが紹介してくださったようにですね、思うところがあって、北海道から、これから九州まで街角遊説をして歩こうと思っているわけです。その理由は何かと言いますと、僕は去年の11月にですね、小沢一郎さんの陸山会事件というのをずっと眺めてまして、これではあまりに小沢一郎が哀れではないかと思ったわけです。小沢一郎という人は、マスコミからも一般の人からもですね、傲慢であるとか、腹黒であるとか、金券であるとか、田中角栄そっくりだとか、いろんな悪評を叩かれて20年を過ごしてきました。しかし僕はです、彼の著作を読み、彼の政治行動を眺め、彼の主張するものをずっと目を通してきてですね、この人は違うと、こう思ったわけです。それで4年前から彼の取材をし、彼を書き、またネットで私は瀬川浩介放浪日記というのをやってるんですけども、そこで小沢一郎論を書き続けてきたわけです。そうした僕の目から見たとき、小沢一郎に対する評価はあまりにも不当すぎると、こういうふうに思いました。そして総務管理を中止していた、これは全く弱点というふうに僕は思っているんですけども、小沢一郎を政治の表舞台から抹殺しようとする一連の思惑のある行動に行為につきましてですね、極めて疑問を感じました。それで僕の読者ですとか僕の知人たちに声をかけまして、去年の11月に小沢一郎を激励する市政の会というものを組成しまして、国会議員であるとか裁判所にですね、100人300人500人で出かけまして、僕たちのあまり人を責めるのは生活の質じゃありませんから、ただ一言、小沢頑張れ、負けるな一郎と、それだけを叫び続けて半年を過ぎました。そしてつい先日、小沢一郎さんに無罪判決が下りたわけですけども、それはそれで喜ばしいことではありましたけども、その後すぐに嫌がらせとしか思えないスポーツがやられ、その次にはくだらない週刊誌、下ネタネタか、私生活ネタかわからないようなですね、あたかも小沢一郎が人格のない人であるかのような報道がなされる。その後次には、小沢さんの盟友である鳩山由紀夫さんに対抗馬が擁立されると野党から、僕はこういう一連のですね、小沢潰し、鳩山潰しというのを眺めてまして、これは誰かが異議申し立てをしなくてはいけないし、このマスコミとか、メディアが中心になって行っている報道に対してはそれは違うよと、少しは違うんだこういうことはということをですね、誰かが、疑問に思い、語り、一歩でも足を進めて行動するということが必要ではないかと思ったものですから、北海道に渡って、北海道から、どんな小さなところでも、たった一人でもいいから、僕の声を聞いてくれる人に語りかけていきたいと、そう思って、藤島さんと二人で作業しているわけです。今、東京中田町ではですね、消費税増税に向かって対してですね、与野党あるいは、民主党内の熾烈な戦いが演じられているわけです。数の論理からいきますと、数合わせだけなら小沢さんの、鳩山さんのですね、2人の消費税増税反対は負けるわけです。しかしこれは数の問題じゃないです。これは政治家が政治家としてあるのはどういうことなのかという根本が壊れているわけです。小沢一郎という人は20年前に政治の人としては傑作だと私は思ってますけども、日本改造計画という本を出
政治家というものは企業や官僚の政治弁護士であってはならないんだと。政治家が平成においても政治家として存在していくためには国民の弁護士ではなくてはならないんだと。政治家というのはそこに基盤を置いてやるべきだと、こう主張したわけです。小沢一郎という人は僕などから言うととっても不器用な人なわけですよ。不器用というか、これは青臭いと言ってもいいくらいの青っぽさで政治をやっていくわけです。日本の政治というのは人情だとか義理だとか、そういった人間関係の狭い長田町の世界の中で人間関係で政治を決めてきたわけです。その中にあって小沢一郎という人はたった一人ですね、義理も人情も目をつぶろうと、それはあえて無視しようと、政治姿勢が大事だというのを貫いてきたわけです。その貫き方に対して古い義理だとか人情だとか付き合いだとかを重んじる政治家たちからは激励されて、それがマスコミに宣伝されて今日に来ているわけです。しかし政治家というものは企業や官僚の弁護士たる政治家と国民の弁護士である政治家とはきちんと選別されて叱るべきものだと僕などは思ってきました。今永田町でですね、小沢さんと鳩山さんの当時政権交代の責任者であった二人がですね、自分たちは国民の生活が第一かを前提にしてきたんだと、この責任は取ろうということで反対し、それに同調する若い議員、あるいは若くはなくてもですね、ずっとは小沢さんや鳩山さんに追及した人たち、そういう人たちがですね、必死の思いで消費税増税反対を言ってるわけです。僕は今日も、電話で何人の方に聞きましたけど、その方々がおっしゃってるのは、俺たちは選挙が弱いから怖がってるだろうとか何とか言われるけど、そうじゃない。国民の生活が大事だということを考えるために腹を決めて落選してでもいいという気持ちで反対してるんだと。それを瀬川さん、お前は友情のところで言ってくれないかと、こう言われました。よく小沢チルドレンだとか小沢ガールズとか言われます。それは彼や彼女たちが政治家として未熟だと言ってバカ扱いをしていってるわけです。政治家というものも人というものもそんなにバカばっかりがいるわけじゃありません。それぞれの立場の中で、それぞれの企業の中で考え悩み、そして結論を出して行動するわけです。僕は、この取材期間もありました関係から、何人かの代理士さんの方が政治家の方もいろいろ知識を得たり情報をいただいたりしてここまで来ましたけど、そうマスコミやですねメディアがバカ扱いするような人たちばっかりがいるわけではございません。そういう人たちも今真剣に考えて一緒に戦おう、政治政府をかけて消費税増税に反対しようとやってるわけですよ。で僕はそういう人たちの思いを一言でもどこかの街角で目の前の人に語ってみたいなと思って今こうやって喋らせてもらっているわけです。なかなかと喋る気はありませんけども、まあ大体僕は物書きですから、人前で喋るのは得意なことじゃございませんけども、ただ一つ僕はこの戦いを見ながら思いますのは、小沢一郎という人は一つの伝説があるわけです。これは僕が懇意にしていただいたある大物政治家の秘書の方が、秘書歴40年ぐらいの方でしたけど、その方が、菅原さん、小沢というのは不思議な男だ、中田教授が全部もうあいつダメだぜ、もうあいつこれで終わったぜ、みんなが思った時にあいつが不思議によみがえってくる、あの男のあのよみがえり方なんて不思議だ、こういう話をしてくださってることがありまして、僕は今その言葉を思い出すわけです。小沢一郎という人が潰れかけるとよみがえってくる、これは何かというと、これは声ない、声もない、名前もない庶民の一票が彼をずっと助けてきたからだ。その一番顕著な例が自由党時代に分裂に分裂を重ねて小沢一郎もダメだろうと言われたのに、総選挙をやったら658万票の票が入ったわけです。その時に日本中がです、あのくさばりかけた小沢一郎にどれだけの支持があったのかと驚き果てたわけですよ。そういうふうにこの国に
1億の人がいますけども、多くは僕たちは誰かに何を語る術も持たない。マスコミとかマスメディアというものはどういう情報であれ流す術を持っています。しかし僕たちにはその術がない。せいぜい選挙の時に一票を入れるということしかできないわけです。その名もない人たちの心の底からの支持というのを得ている一番の政治家が小沢一郎ではないかと僕は思ってきました。あの658万票というものは小沢一郎の勲章であると思う。で、その658万票を投じた方は今も日本のこの国のあちらこちらにいるわけです。僕はその650万を投じた658万の1人にでも2人にでもいいですから、今小沢一郎というのをもう一回見つめ直すと、政治はどこに今どこにいてどこに行こうとしているのか、それを誰がなそうとしているのか、それをきちんと語り理解してもらって、それでこの国は変わるような努力をする、そういうことを訴える人に、できる人に一人でも語りかけてみようと思って今ここに立ってます。僕は今59歳です。あと20年もしたらこの世の中からいなくなるんです。50代、60代、70代という人たちは僕たちと同じような時代を、戦後昭和を生きてきたわけです。自分たちだけが適当に生きるならいくらでも生きて死ねます。しかし僕たちのような老人予備軍はですね、自分のために生きる時代はもう終わったんです。自分の子供の世代、孫の世代、世代がですね、どのように豊かに、どのように気持ちよく生きているか、それを残す年代に入っているわけです。で、僕は自分でこうやって動きながら思いますことは、僕たちの世代というものがいかにたとえ一歩でもそういうことのために生きたか、戦ってるかという、そういう姿を若い人たちに見せたいなと、それでこういう街角で喋りながら一人でもいいから若い人たちに理解してもらいたい。そのために藤島さんにお願いしてですね、歩いてるわけです。なかなかになりましたけども、今日も明日は明後日もですね、おそらくテレビやニュース、新聞ではですね、消費税法案をめぐってのですね、面白おかしい報道がなされると思います。しかし、根底にあるのはですね、国民の生活が第一という、それを提唱してここまで引っ張ってきた立山幸男さんや小沢一郎さんの、この政治姿勢が破れるか破れないかの、この戦いだというふうにもう一回この構想を見つめ直していただいて、政治というものをもう一つ考えていただいて、自分の意見を他人に伝え、自分の考えを行動に移すということをしていただけると、僕はここに来た甲斐があったなと思います。本当につまらない話ばっかりで、残機の至りですけども、どうもうまく喋れなくて申し訳ありませんでしたけど、ここいらで僕のおしゃべりをやめさせていただきます。どうもありがとうございました。